人生において、誠実な人は常に孤独を感じると言われています。しかし、その孤独こそが、その人の真の強さを示すものです。誠実な人は他人と異なり、自分の信念や価値観を曲げない。そのため、周りの人々との距離を感じることがあるかもしれませんが、それは彼らの内面の輝きと誇りにつながっています。孤独とは他人に流されず、自らの道を突き進むための必要な一歩なのです。誠実な人は自分が信じる正しいことを守るために、時に孤独を選ぶ覚悟を持っています。周囲が理解してくれなくても、諦めずに自分の信念を貫くことができる強さがあるのです。その強さこそが彼らを成功へと導く原動力となります。孤独は彼らが自らの内なる声に耳を傾け、真の自己と向き合う機会を与えてくれるのです。この世の中には簡単な道や他人に認められるような安易な手段がたくさん存在します。しかし、誠実な人はその道を選ばず、自分自身を貫くことを選ぶ。その選択には時に孤独や苦難がつきものですが、その先には自己実現と真の幸福が待っています。自分を貫くことが孤独をもたらすのであれば、その孤独を厭わずに受け入れ、前に進む覚悟を持ちましょう。誠実な人は孤独を感じることで、周囲とは異なる視点や考え方を持ち、自らの中に深い洞察力を培います。その孤独によって得られる深い理解や洞察力こそが、彼らを他者とは異なる価値を持つ人物に成長させるのです。孤独を受け入れ、それを自らの成長のための機会と捉えることができれば、誠実な人はどんな困難も乗り越え、輝かしい未来へと歩んでいくでしょう。皆さん、運命という言葉を信じますか？運命は私たちが歩んできた努力の結果であると言われています。つまり、努力した分だけ偶然がやってくるのです。もしかしたら私たちが思い描いている未来とは全く異なる道を歩まなければならないかもしれません。しかし、その道こそが私たちが成長し、変化し、自分自身を超えるための唯一の道なのかもしれません。努力という言葉には、ただただ頑張るだけではなく、決して諦めない強い意志や持続性が含まれています。愛する人、夢、目標に向かって最善を尽くし続けることこそが運命という橋を架ける唯一の方法なのです。さらに困難な時こそ強さを見せる絶好の機会なのかもしれません。その光り輝く運命の橋を渡るために私たちは日々の努力を怠らず常に前進することが求められているのです。運命とはたとえ一見理不尽で厳しい試練であってもその先には必ず意味や教訓が待ち構えています。失敗や苦難を乗り越えた後に見える光景は、私たちが成長し、自己を発見するための貴重な経験となるでしょう。その道のりが険しいと感じる時こそ、決して諦めず、自分自身を信じ、強く前進することが大切です。そして、いつの日か運命という橋を架けてくれる偶然が、現れる、その日まで、私たちは努力し続けることを忘れてはいけません。人生においては遅すぎるということはありません。いつからでも変わり始められます。新しいことを始めるための最適な時期は今この瞬間なのです。過去の失敗や後悔に縛られず未来に向けて前進する勇気を持ちましょう。自分を変えることも変えないことも全てはあなた自身の自由です。他人の期待や制約にとらわれず自分の真の欲望や夢に向かって進むことが重要です。自分の心の声に正直であり、自分の人生を自らの手で切り開いていきましょう。人生においては、成功や幸福に到達するためには、自己啓発と成長が欠かせません。限界を超える覚悟と行動を持つことで、変わることができるのです。自分の可能性を信じ、実現するための行動を起こすことが大切です。周囲の環境や他者の意見に左右されず、自分自身の価値観や信念に忠実であることが重要です。他人と比較することなく、自分の目標に向かって、一歩ずつ進んでいくことで、真の成長と充実した人生を手にすることができます。人生は、自らの意志と行動によって、切り開かれるものです。過去の過ちや失敗にとらわれず、前向きな姿勢で未来に向かって進んでいきましょう。自信を持ち、やり続けることで、必ず自分の理想とする人生を手にすることができます。今日は、あなたの人生がチョコレートの箱のようなものであることを考えてみましょう。箱を開けずにただ眺めていても中身や味わいはわかりません。人生も同じで新しいチャレンジや機会が待っているかもしれません。まずはその箱を開け様々な経験をしてみましょう。人生は予測不可能で時には挑戦的な側面も持っています。ですが未知の世界に自ら飛び込むことで成長や発見が待っています。いつも同じ味わいしか選んでいないと飽きてしまうかもしれません。新しい経験を通して自分自身を豊かにしましょう。チョコレートの箱の中には多様な味わいや形が用意されています。同じように
人生も様々な道が存在し、どの道を選ぶかは自分次第です。誰かが決めたルールに縛られず、自らの運命を切り開いていく覚悟を持ちましょう。そして、チョコレートの箱を開けるときに感じるような興奮や期待感を忘れずに、人生も同じように、新たな可能性を信じることで、前進するエネルギーが湧いてきます。挑戦を恐れず、未知の世界への扉を開いてみましょう。最後に、人生がチョコレートの箱のようなものであるという視点を持って、新たな視点や展望を楽しんでください。一度しかない人生を、自らの手で彩り豊かにしていきましょう。どんな味わいや発見が待っているのか、楽しみにしながら歩んでいきましょう。選択は常に私たちの人生において重要な要素です。選択肢はたった2つです。それは必死に生きるか必死に死ぬかの2つの選択肢です。どちらを選ぶかはあなた次第ですが、私たちが真剣に取り組むことは避けられません。生きることは挑戦的であり、困難に満ちています。しかし、私たちがより強く、より賢く、より信念を持って生きることができるのです。人生において苦難や挫折があるのは避けられないことです。しかし、その中で立ち向かい、前進することができるのは、私たち自身です。立ち止まり、悲嘆に暮れることも簡単ですが、そこから這い上がり、新たな力を見出すことができるのも事実です。どんなに難しい状況でも、前に進む勇気を持ち続けることが、成功への道です。生きることは、簡単ではありません。時には、苦しい瞬間があるかもしれません。しかし、心を強く保ち、信念を持ち、前進することが、私たちの使命です。困難はあらゆる形で訪れるかもしれませんが、私たちはそれに立ち向かい、克服する力を持っています。必死に生きること、それが私たちの存在の真の意味です。皆さん、諦めてしまう瞬間が本当の挑戦のポイントなのです。諦めずに努力し続けることが真の勝者の姿なのです。挫折や困難が訪れても、その向こうには必ず成功が待っています。苦しい時、辛い時こそ、あなたの本当の力が試されるのです。つい諦めてしまいたくなる時にこそ、自分自身と向き合い、勇気を持って、前に進むことが重要です。挑戦を諦めるのは簡単ですが、それでは、本当の力を見せることができません。困難が立ち塞がっている時こそ、あなたの本当の強さと決断力が試される、瞬間です。何事も完璧にできる人なんていません。しかし、絶対に努力と忍耐を持って取り組むことで、一歩ずつ、目標に近づくことができるのです。常に、前向きな気持ちを持ち続けることが、成功への鍵です。困難にぶつかる時こそ、諦めるのではなく、情熱と信念を持って立ち向かいましょう。あなたのうちに眠る力を信じて、全力を尽くすことが大切です。諦めることで何も解決しませんが、挑戦し続けることで可能性が広がります。人生は試合と同じです。諦めてしまった瞬間に試合終了です。ですが、挑戦し続ける限り、可能性は無限大です。一歩ずつ前進し、困難にめげずに立ち向かうことで、あなたの人生を変えることができるのです。どんな過程があろうとも、諦めずにその先にある成功を目指しましょう。